ちは。ちょっと待って。こんにちは。ちょっとね、配信始める直前にね、水がこぼれちゃってね。そうなの。いや、いろいろとあったんだよ。ありがとう。よいしょ。ちょっとね、紙とかがあるところだから、まずいよね。あ、今日ね、表彰します。はい、七並べのお礼をさせていただきます。よろしくお願いします。何がほぼ拭けたかいい。よいしょ。目の前でママピが怒っててちょっと怖いです。怒られて当然なんだけど、水こぼしちゃってるから。こんばんは。 ありがとう。いや、怒ってるのか面白がってるのかちょっと今分かんなくて、笑ってるから。配信終わった後にね、怒られちゃうかもね。あ、ピーヤピーヤピーヤドーンって。よいしょ、終わった。始まったところから大惨事。こんにちは。そう、配信することで怒られないというね、すごいよね。でもね、後々怒られるんだよね。こんばんは。そう、今から書こうとしていたものに水がね、水浸しになっちゃった。実験ね、ちょっとほらつけるようになりました。赤主婦っぽい、どういうこと。主婦っぽい、本当。なんか下に着てるからか。なんで。溜まってるのが、いや、なんか急に今いや、こぼれた時にさ、私がよく、そう、カルシウムグミみたいなこれこれ食べてるんだけど、鉄分。なんかそう、なんかね、私ね、あ、こっちの指の親指の黒いやつ消えた。すごい、消えた消えた。パパ治ったよ。そう、パパがね、発見してくれたんだけど、実はね、私親指の爪に黒い一本の線が真ん中に入ってたんですよ。そうで、こっち側にも少々あったんですけど、消えました。で、それをきっかけに、なんか鉄分取るといいよみたいなので、カルシウムグミ食べたりとか、はい、してまして、あとね、まあ、最近ちょっとね、飲めてないんですけど、約3ヶ月ぐらいこれ飲んでないんじゃないかな。あ、3ヶ月以上飲んでないかもしれない、マルチビタミンの1日1粒のやつとものをね、そう、ちょっともらって、こっちもね、だいぶ薄まってきました。モロクズって読みます。そうで、なんかそういう栄養不足かもみたいなことを言われたので、調べたところ、ちょっと皮膚がんとかにもかもしれないから、まあ、気をつけてねっていうのでもらいました。お疲れ様です。よいしょ。今日はね、七並べのお礼をします。栄養問題かもみたいな、その話をして、こっちの指なくなりました。イエーイ。うん、ね、見て、肩がすごい上の人何これ。
顔はめるやつみたいじゃない？なんかここにさ顔はめるやつあるじゃん、選手のなんかこういうのでこうやってはめてイエーイってなった時のちょっとやばいやつこんばんは。そう、指なくなりました。そう、指に黒い線がなくなりました指なくなりました、怖いけんね。そう、イエーイということで、ちょっとね書き物をしたいと思います。でテロップを入れます。今回は恋ラジのレギュラー出演決定ということで、ちょっとねスポーツの月曜日なので、あの月曜日はねスポーツということで今日はスポーツのカープを着ましたあ、そじゃダメか、洗濯物干してみたい。確かに こんばんは。よいしょ、ものができたので貼っていきたいと思います。あら、まあ、ひとまひぴぴぴトマトさんうんだるまさん、たくさんありがとう。この辺で見えるね。1ヶ月経ってしまいましたので大きく書かせていただきました。デルビさんいらっしゃったらコメントしてねーコメントしてねー、はい、ちょっと、ね、アクセントをつけてびっくりマークを4つほど書かせていただきました。うん、 From where? Oh, they are Sana Shuken san. My name is Nopi. Thank you for coming my showroomMy name is Nopi. I'm from... さっき言った I'm from Japan in Hiroshima. 当てる Wow, わかんない Please push this heart and turn pink. よろしくお願いします。うん、そう、野球のポジションがね、わかんなかったんですけど、この間ね教えていただきまして、はい、ちょっとだけ分かりました。センターがあれですよね、二塁の、違うか、外野か、外野違う、外側の違う、ああ分かんないやセカンドが二塁のところで、ファーストが一塁のところで、それでが三塁のところ、四塁がなくてホームっていうんですよね。でそこでホームに一周で帰ってきたら1点獲得って感じですよね。うん、セカンドネームを決めたらあーやばい、昔を思い出してきてしまったごめんなさい。あのね、いや昔ね、小学校4年生3年生くらいだったかな、その時に私なんかそうハーフの友達がいたんですよ。でその子セカンドネームがあって、でなんかそうある日ね、
お母さんに言われたんですよ。ノアのね、本当の名前ってね、モロクズゴロニャゴだよって言われたことがあって、それを思いっきり信じてて、なんか学校であのなんかね、そういう話をね友達にしたらね、いや本当にもう子供だからペラ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 喋って、もう本当に子供みたいにねペラペラ喋ってて、それを本当に私信じてて、で後々いやなんかちょっと嘘だよねって思ってきて、そうあとなんかね、そうそんなことがあったんだよね。コロニャンゴノアみたいな、そう恥ずかしい。広島焼きってなんなん、どんなん、うん、どんなん、お好み焼きの真ん中、お好み焼き、広島焼き、うん、なんかよく広島焼きって言うと広島の方に怒られるよって言われるんですけど、広島焼きって何なんだろうね。いやなんか大阪焼きとかもあるのかね。大阪もお好み焼きとか餃子とかそういうイメージがあるかも。餃子、おたこ焼きだわ。違う違う、たこ焼きだ。私ね、栃木がね餃子とかとちおとびとかそういうイメージがあるんだよね。ショートとロング、ショートとロングはちょっとよくわからないかもしれないかな。うん、スクイズよくわからないよ。なおさん、ポッポありがとう。あさん、こんばんは、のあぴです、よろしくお願いします。13歳です、中学2年生です。こちゃん、ほろぼのおばちってよろしくお願いします。ありがとう。多分右投げ右打ちだと思う。左投げはちょっと難しいけん、多分右投げ、左打ち、左でテニス打たないけん、多分右打ちの人だと思う。うん、確かにこっちで構えるけん、多分右打ちの人だと思います。一回ねバッティングセンター行ったことがあって、そう120キロって聞いた時に、なんか速い人だと120キロって声らしいでね、そう言ってた時に、いやめちゃくちゃ速いと思って、そのパッティングセンター行った時、私はちょっとビビっちゃって80キロにしたんですよ。そう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 、まあ最初は90キロとか100キロ選ぼうとしたんだけど、なんかパパにね、いや速いよって言われて、80キロでとりあえずやってみろって言われた時にめちゃめちゃ速かったんで、いやそれ以上のビューンってもっと速度が速くて、しかもなんか車とかもあれじゃないですか、120キロとか出せるとこあるじゃないですか、もうそんな感じになったらもう私いつもなんかやばい速い速い速いとか、なんかそんな感じになっちゃうスピードで球が私に向かって飛んでくると思ったら絶対受け止めきれないと思って、もうめっちゃ速いと思いました。うん、五郎丸。あれよ、ファンの方なんかさ、自分の本名の間にさ、その自分のなんだろう、このファンネーム、本名の間に自分のファンネームを入れたらいい感じでセカンドネームになるんじゃん。ミドルネーム的な感じでね。やっほー、そうそうそう、これはね、はい、しっかりと5周年アニバーサリーって書いてあります。なので5周年の、はい、ST48 って書いてあるよ。はい、しっかりと ST48 の着ております。あー、広島スタイルのお好み焼きを広島焼きって言っちゃう人、あーなるほどね、なるほど。
広島焼きの、広島で焼くスタイルがあるのか。好み焼きっていうかも。東京だともんじゃ焼きみたいな感じ。違うか。もうちょっと今日ね、頭の回転なかなかうまくいってなくて今日はちょっとモーターがうまく回ってないので、そう、もうじき私ねテスト近いんですよね。ちょっとね頭混乱してて、あ、なんでもないね、急の170キロぐらいって言ってたから、なんか今度またね、そういう機会があれば120キロで設定して受けてみたいですよね。どんなものな感じなのか。ともちさん、あじさいありがとう。振る暇のない、多分音が聞こえた瞬間に振らないと、音がちょっと聞こえる前に振らないと私多分打てないと思う。え、テニスのファーストサーブ、そうか、そうだよね、プロの方とかだとすごいもっと早いよね。うん、早い、確かに。あのなんか卓球とかも早いじゃないですか。だからそんな感じの感覚でテレビとかでさ、そのテニスの試合とか見てると早いもんね。なんかパカン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 ってずっとなんかラケットの当たる音が心地よく聞こえるっていうだからね、あ、でもね早いね、時間あっという間で、そろそろ終わりたい、そろそろ間違えたそろそろ始めていきたいと思います。こんな感じの、ちょっと今日はね頭の回転がうまくいってないのでよろしくお願いしますキロ超えだって、やば、世界早速やばいね。それはうん、そう、七並べのお礼をさせていただきます。りょうたさん、かわいい、ありがとう。あ、時井戸サムのおことだ、かわいい、かき氷になってる。また来ました、ありがとう。ということでね、始めていきたいと思います。あ、ゆみりんさんのねブログに、はい、載せていただき恐縮ですすごくない、恐縮ですっていう言葉が使えるんだよな、ピすごいやろう。いやはい、ということで始めていきたいと思います。こんばんは。うん、転がるのも面白い年頃おお、まあなんかね箸転がってね落ちたりする、まあたまにね面白い落ち方するとね面白いかもしれないねちょっとよくわかんない今日はこんな感じで不調なノアピなので、皆さんどうかご理解よろしくお願いいたしますうん、恐れ入ります。あ、歌うんじゃなかったいや、マイク持っちゃってダメだ、ほらいや
やばいね。よいしょ。ちょっとこんな感じで不調な感じのナワピなので、はい、なんでこういう感じで絶好調なんだろう。それはあの法律違反になるので。うん、はい、ということで始めます。では行きます。はーい、100旧作さんありがとうございます。ありがとう、 Thank you。 And 99 is 山さんありがとうございます。山美子さん、山美子さん、やっほー、やっほー。98 is トムさんありがとうございます。これ英語でいくとなると難しいかもしれない私。いや、順々に下がっていくのってさ、ちょっと難しくない？97 is タイヤさんありがとうございます。今日はほぼ間違いしてないと思われます、絶対に。96 is リリリさんありがとうございます。リリリリリリンリリリリリリンリリリリリリン。95 is トムヨウくんさんありがとうございます。合ってるかな、木になんか太陽のようのね、右側を描くんですけど、トムヨウくんで合ってるかな。シオリーさんありがとうございます。Thank you。 93 is キヨさんありがとうございます。92 is チーマルさんありがとうございます。91st is グリオさんありがとうございます。あ、今度ね大阪行くときグリコのところ行けるかな。はい、ということでね、90位台の方、そして100位の方、ビオネショーおめでとうございます。15位ありがとうございます。ね、約1年ぶりの15位、初めてね七並べをにのおしめイベントに参加した時以来なので、すごく嬉しいです。ツイッターにも書いたように、私のねオーディションの時のナンバーですごくね大事な数字なのでね、今回も今17位なので、皆さん15円目指して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ナピね、今月もねできたら、まあ頑張ってねいけたらいいなと思ってはおります。はい、 STU ってどんなお湯、大喜利か、おー悩ましいね。美しい湯。STU ってどんなお湯？STU。うん、よいしょ。はい、ということで続いていきたいと思います。次が80位台の方でございますね。まだね。書けてないところがありますので書いていきたいと思います。大喜利って難しいよね。
あ、まだね、ヒロシさん間に合っていると思われます。80歳。ありました。帰ってきます。ごめんごめん、ちょっとね、はい、 いや伝えてジェスチャーで伝えてたんです。してほしいことね、お母さんがね全く理解をしてなかったのでイモピに頼んでます、はい、実写で一生懸命伝えたんだけど二人ともねなかなか伝わらなかったわ。一瞬イモピの方は伝わったっぽい。はい、ということでいきまーす。90位、イズリノチャリさん、ありがとうございます。人気ありがとう。89位、ズコマークさん、ありがとうございます。どうした？なんかあったかな。88位、イズヒロシさん、ありがとうございます。87位、イズ研究生ちなるべ登場さん、ありがとうございます。いやーこれね本当に危なかったんだよ。86位、イズチリチリムキャンさん、ありがとうございます。チリチリしたミキャンってどんな風になるんだろう。85位、イズ瀬戸内魚類連合さん、出来ありがとうございます。ありがとう。84位、イズエースさん、ありがとうございます。エースを狙え。上長不審好きです。83位、イズ伊藤さん、ありがとうございます。 Thank you、 ありがとう。82位、イズヒロシ SR さん、ありがとうございます。そりゃカープカープカープのリズムだよ。うん、あ、本当に嬉しい。81位、伊豆のぞみ4号さん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ごめんね、イエって言い忘れたかもしれん。まだ間に合う。11位、イズのビョンゴー、イエッ、さあ、ありがとうございます。スクショしなくてよかったのに。よいしょ。はい、ということでね、80代の方ありがとうございます。ありがとう。今回は5月ということで、ごいのぼりをカードのね部分に置かせていただきました。可愛いでしょ。
で、いちごなのでね、はい、いちごの色を再現してみました。いちごの色を再現してみ再現してみました。はい、こちらもいちごの風船となっております。だから何をやってるの。いや、ダメなんよ。ダメ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 だよ。やめてやめて。あ、本当に、いや、マジでやめて。いや、いやマジで本当に本当にダメだよ。お母さん理由があるんだよ。いや、本当に本当にダメだから。よいしょ。お母さんね、話通じない時あるので。ということで、続いては70代の方やっていきたいと思います。うん、ビオネ全然歌はね、歌おうとは今してなかったんだけどね、変なことしてようとしてたからね。では70代の方、ね、かけてない部分があるので書きます。こんばんは。私以上に変な人だと思われます。私もね、よく変だよねって言われるんだけど、そこまでね、実際に結構まともですよ。そう言ってる人こそ一番やばいんだよとかね言うんだけどさ。パリン、では行きまーす。80位ケットシーさん、ありがとうございます。天気ありがとう。パパも変人だからな。そんなことないよ。一番パパがまともです。床屋さん、確かに床屋さんに似てるかもね。赤と青ね。普通の人なのでね。79位、伊豆シナモンロールさん、ありがとうございます。ありがとう。78位、伊豆藤玉さん、ありがとう。ありがとう。77イズムーンライトさん、はい、ラッキーセブン、おめでとうございます。ありがとうございます。76イズタイメシさん、ありがとうございます。昨日ね、私タイメシ食べたんですよ。偶然じゃない？すごいよね。美味しいよね、タイ飯。75位、イズ皇后香港時代革命さん、ありがとうございます。結構今回名前多い、名前がね、長い方が70位で長くないの。ここら辺がに、かゆい。あ、伊藤さん、伊藤さんももしかして83円、ありがとうございます。ありがとう。気のせいじゃないかな、多分気のせいだと思う。74位、伊豆絆の力さん、ありがとうございます。73位、伊豆2022年6月12日さん、ありがとうございます。
72イーズサンライズ、ゆめさんありがとうございます。はい、ありがとう。まあね、ちょっとおっしゃる通り、実はね、上から出世をかけました。いや本当にね、申し訳ないです。サングラスゆめさんって書いちゃって、いやなんかまぶしい感じがするじゃないですか、サンライズゆめさんって。そうだから、ちょっとサンサンな感じのでサングラスゆめさんになっちゃって、本当にごめんね。サンライズです。サンライズゆめさんです。はい、ありがとうございます。71マリンライナー75さんありがとうございます。75号さんありがとう。解明しなくても大丈夫です。はい、ということで70位台の方ありがとうございます。ありがとう。いい。はい。では続いてが60位台の方でーす。60位台の方いきまーす。70位 is 大和さん、ありがとうございます。69位 is ちょっとね、はい、どこかへ、この名前はね、浮き出てどこか行ってしまったようなので、はい、ちょっとねごめんね、もう一度書かせていただきます。そう、浮き出てね、旅だったので、はい、はーい。すごいすごいタイミングで「はい」って言ったら「はーい」ってきたから、いきまーす。70位ズヤマトさんありがとうございます。カッコカリ、結構カッコカリと多いよね。69位イズリーチャリマーさんありがとうございます。68位ズシュウさんありがとうございます。あぶり出しのやつでございます。ブラックライトとか当てたりね、そういうやつなので、はい、ちょっとね特殊な感じのペンを使ってしまいまして、インク切れてね。67位ズのど島へぐらさんありがとうございます。のと島へぐらさんありがとうございます。日の神神楽みたいな、ね。66位イーズもやもやさんありがとうございます。もやもやだね。ちょっと書いてみてほしい、透明のインクのファンレターとか。読めないけど、なんか何も書いてないじゃないかって、もあれよ、スタッフさんに確認された時にポシュポシュポイってやられちゃうかもしれない。ライトも一緒についでにつけて送るのと。ね、
65位、ゆずきむさん、ありがとうございます。ありがとう。64位、伊豆ドラ猫さん、ありがとうございます。ドラ焼きは好きかい。63位、伊豆コブラさん、ありがとうございます。しゃ、ありがとう。62位、伊豆カイさん、ありがとうございます。61位、伊豆シューちゃんさん、ありがとうございます。シューティング。はい、60位台の方、ありがとうございます。ありがとう。ということで、続いて50位台の方いきたいと思います。おお、のぞみさん、今来たの。間に合わなかったね。はい、のぞみお子さん、いえいえ。はい、スクショ撮れたかな。はい、ありがとうございます。サンキューベリーマッチ、ありがとう、ありがとうございます。皆さんもね、もし今来たとか、コメントいただいたら、それと同じ名前の方とかいらっしゃったらね、はい、探してやっていけたらいいなと思います、できる限り。イエ。あー、スクショのね、スクショね、難しいよね。なんかスクショボタンとかね、あったりするのもあったり、なかったりもあったり、何を言ってるのか分かんなかったり。続いてが50代の方、いきたいと思います。家はね、取らなくていいんですよ。家取ったらね、あれです、いつもね、のぞみおさんとしか書いてなかったから、そう七並べでね、1ヶ月に1回ぐらいしか家って書かないので、そうごめんね。続いて50位台の方いきます。60位ズピピピエモピピエモさん、ありがとうございます。間違いなかったよ、ついに。すごくない？59位ズモモレンジャーさん、ありがとうございます。58位、イーズヤスくんさん、ありがとうございます。ありがとう。57位、イーズオーツアトンピさん、ありがとうございます。 Thank you、 ありがとう。おもちの顔。56位、イーズアキピさん、ありがとうございます。これね、ひらがなだったんだけど、カタカナで書いてて、そしたら延長線で、ちょっとね、ピーが
ったんだけど、なんかそれはそれで可愛いなと思ったのでそのままにさせていただきました。続いてが55位、チャリンさんありがとうございます。54位、イズハイズさん、どうしたの涙流して大丈夫、ありがとうございます。53位、イズノアナナピさんありがとうございます。ハイデさん、ん、ハイデさんじゃないか、ヒデさん。本人に聞こう、いらっしゃる、どっち、ヒデさん、ハイデさん、うん、よくわからん。でも多分確かにヒデさんって言われたらヒデさんだね。ヒデさんでいきましょう。うん、泣いていたねあの日、ステージあの日かな。いて指切ってない。いや、髪の恐怖は指を切ることです。うん、ヒデさんで、はい、ありがとうございます。ということで、のんのんのぴさんありがとう。ピピピン、52、伊豆リュウ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 ジーさんありがとうございます。反対から読むとね、そう、一瞬ね、リュウに見えるんです。ありがとう。51、イズイカリング、ありがとうございます。イカリングさんありがとう。イカリングとポンデリングどっちが好き？イカリング食べてみたいよね。オニオンのリングとかもあるよね。オニオンのリングってね、中身のオニオンだけで、ね、ヒューって抜けたりするんだよ。知ってた？オニオンリン、オニオンリングみたいな、そうそうそう、そんな感じのもの。どっちも捨てがたいよね。ということで、続いて40位台の方いきまーす。うん、赤、真っ赤、はい、いきまーす。50位、松崎さんありがとうございます。お、経験済みの方がいらっしゃった、ありがとう。49位、イギータさん的ありがとうございます。ありがとう。うん、48位、図式式のアピさんありがとうございます。式式式式のアピ、47位、この先生キノコリマさんありがとうございます。ありがとう。46位、これはね、分かったよ、町の電気屋さんでしょ、ありがとう。ちょっとね、漢字がね変わっておりますね、多分先月と。よいしょ、あら、昨日こんな、今月来金やってたの、どこの同盟、あ、待って、同じ感じだった。いや、なんかちょっと違う感じだと思ったんだけど、同じ感じでした。先月のがこんな感じので、今月のがこんな感じの、同じ感じだった。
よかったよかった。ねえ、よいしょ。どこの同盟に入ってるん？教えてください、教えてください。どこに、なんで内緒やねん。どんなツッコミやねん。探しに行くぞ、ワイが。ワイ探しに行けるからな。どこにいるか探すけんね。はい、ということでいきます。45位、イズブルームさん、ありがとうございます。元気ありがとう。44位、伊豆春さん、ありがとうございます。いや、みんなよくワイって使うじゃん。ありがとう。43位、伊豆瀬戸内マリンビューさん、ありがとうございます。ありがとう。うん。42位、伊豆健太さん、ありがとうございます。憲法、違うわ。全然違った。続いてが、41位、シスタードラゴンさん。これちょっとミスタードラゴンさんにまた変えてくれないかな。ちょっと一言だけでね、だいぶね、あの性別変わっちゃうので、あのちょっとしっくりくるのがミスタードラゴンなんですよ。おお。お願いします。ということで、40代の方、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。あ、ハルさん、祝勝失敗しました。はい、あ、ちょっと待って、私も綺麗に。よいしょ。取れたかな。どう、いい感じで取れてると。あ、よかった、ありがとうございます。よかったよかったよかった。よし、じゃあ次いこうぞ。メイク直し入ります。綺麗になりました。ということで、続いてが30代の方に入ります。いました。カイさんね、先ほどね、いました。60人、スクショ取れてなかったかな。今来たかな。ありがとうございます。かな。はい、ということで続いていきまーす。30位台の方ね、お、ちょっと名前が変わってる。なんか授業でね、なんか
正しいなんか科学的に認められた勉強法みたいなやつを学んだんだけど、 90% の方が勘違いしてる勉強法があって、それは自分に合った勉強法を見つけるみたいなのが間違ってるらしくて、例えば音楽を聴きながらやるとか、それ私実際やっててやってたんですよ。そうやっちゃってたの。すごいね、自分でそれを聞いててなんかちょっと恥ずかしくなりました。なんか聞いちゃってたなみたいな。そう、音楽を聴きながらやってたりとか、あとはなんかそのアウトプットとかインプットみたいなのをちょっとね言葉が出てきたんですけど、あのクイズを解くっていうのを何度もやるといいらしくて、教科書を読んだり本を読んだりするだけだとダメで、本を読んでその1ページずつにその何が書いてあったとかをそのなんだろう思い出すことで、あの自分の頭に入っていくから、その教科書とかもそれが説明できるように人形に話しかけたりしたりするらしくて、で私人に説明するのってすごく苦手なんですよ。どうしてもその、まあ、いつもね皆さん見てると分かると思うんですけど、その擬音語とかねそういうのが入ったり、しっかりと説明することがねなかなか難しくて、でそれをねちょっと今回の2年生になってからそういうことをね始めていこうかなと思います。なんかクイズ形式のものをたくさん解くと、そのね、よく昔から言われるんですけど、計算とか漢字とか書けば書くほど覚えるからって両親に言われてるので、結構ねちょっともっともっと書いていきたいなと思います、っていう話でした。はい、ということで、いきます。30位台の方、40位、山猫さんありがとうございます。いや、そういえばと思ってね話したんですけど、はい、ありがとうございます。39位ゴッドハンドさんありがとうございます。ゴッドバンドさんになってる、ゴッドバンドさんになってる、ゴッドハンドさんなのに、まあそこまでわかんないよね。なんかちょっと今度またちょっとあ違うよ、いやあるわあるわ。必殺、はい、ありがとうございます。38位ずしんじくんさんありがとうございます。ごめんなさいね、間違えてしまったので、あのちょっとねお詫びとして、ゴッドハンドさんありがとうございます。38位、しんじくんさんありがとうございます。37位、ずほりちゃんさんありがとうございます。あの今ねこっちから見たらねしまりちゃんに見えたんだ。しまりちゃんに見えたんだよね、飛び出てるわけじゃないんだけど、なんかしまりちゃんに見えたけどほりちゃんさんです。
わかるわかるね、うまく方が書けなかったかなはい、オーリシャさんありがとうございますありがとう、36位リズウエスト光さんありがとうございます。ひゅー、あ、くまりちゃんね、確かになんか続いてが35位伊豆ひたち3号さんありがとうございます。ありがとう。34位伊豆ゆうさんありがとうございます。ゆうてんてた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 んてんてたんてたんて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 ん、あ、フリーダー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 ダラッタッタっていう曲だ。あのなんか70年代の曲なんですけどあの聞いたことあると思う、絶対絶対聞いたことあると思う。 Hey you turn ディーディーディーてん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 多分ね、お、何だったっけ、なんかで調べたら出てくるはずフリーダムみたいな感じで調べたら出てくるかもしれない。あのなんかサビがねフリーダムで、そう、何だったっけね、終わっちゃったっけ、なんかね時計系だった気がするんだよね。タイムだっけ、クロックとか言ってる、あ、それは違うわ、また違う曲だ。何、うん、絶対知ってると思う。聞いたらね、なんか聞いたことあるかもしれないと思うかもしれない。うん、ソウルトレイン系のやつ、わかんないかもしれないなんかそう、70年代の曲です。とりあえず続きいきますあ、待って、ん、あー、よー、フィンクだ、デレデデデデン、フィンクって始まるんだ。あ、それだそれだあ、やー、わー、傘が見つけてくれた。70年代の曲の英語で最初が大文字の Think って調べたら出てくるよ。ぜひ調べてみてください。私ね、その曲が好きなんですよ。耳に結構残るけん、ぜひぜひ。そう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 、最初が大文字で調べると出てくるよ、 Think 見てくといきます。33位エリアルマルピさんありがとうございます。やばい、あっという間にあと30分ぐらいで終わっちゃうんだよね。ゼルビスさん、そういえばいらっしゃる、ゼルビスさんいらっしゃった、コメントしてねあ、考える方の Think、 いや、そう、12位伊豆誠司さんありがとうございます。それは Sing、 ありがとう。31位伊豆アイスクリームショーイゴールさんありがとうございます。That's it! ティ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 って始まるから30位台の方ありがとうございます。いや、思い出しちゃってね、そう、はい、ありがとうございます。20位台の方いきます。
30位の方、たかちゃんさん、ありがとうございます。たかちゃんやってみたかっただけありがとう。29位、イズガチさん、ありがとうございます確かにコール風だね。ジョーカー使うと喜ぶさんもいらっしゃったら、あのコメントよろしくお願いします。28位、イズ D さん、ありがとうございます。27位、イズアキエさん、ありがとうございます。あ、これ D って書いたのそうなの、なんかね、そう見えるかも。でも結構 D さんに見えるかも。26位、イズサイクロンさん、ありがとうございます。サイクリングみたいだね。アキエさんだよ、サイクロンさん、ありがとう。25位、イズキマイレさん、ありがとうございますキマイレさん、ね、毎回読めないよね、本当にごめんなさい。キマイレさんか、キマイレさん、ありがとう。キマイレさんね、キマイレさん覚えた、キマイレさんね、ありがとう。いつもね、足並べありがとうございます。続いてが24位、リョーピさん、ありがとうございます。本人いらっしゃった、ありがとうございます。キマイレさんということで覚えました、ありがとう。23位、ね、P、ありがとう、ありがとうございます。キメラはあれだよ、あれ、キメラってさ、合ってる、あのドラゴンクエストのやつで敵で現れるよね。 P はね、あのハートになって、そしてね、ピンクのナーピなので入りますよ。まあ、これはね、多分まあ分かるんですけど、3文字でちょっと簡単だからよかったけど、うん、トナピーさん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。これはね、3文字だったからよかったです。本当にこれ真似したらどうすんの、ほんまに。ピチピチポチポチ。21位、イズウォータームーンさん、ありがとうございます。みつきのあちゃんです。うん、ありがとう。ということで20位台の方、ありがとうございます。キメラとかキマイラは複数の動物が合わさった動物のこと。おー、珍しいということだね。なるほど。ところでさっきの質問合ってるかな、あれ、ドラゴンクエストのキメラで。なんかいたよね。うん、よかったよかった。あ、ゲームのね。はい、ということでありがとうございます。ありがとう。うん、続いてが10位台の方でございます。とうとう最後の方に迫ってきました、うん、あ、堀ちゃんさん、バラ、ありがとうございます。
なんか何か欠けているみたい。よし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 、ナビのところでその欠けた部分をお話し会に来て癒されて埋めてください。みんなお話し会来てね。結社よろしくお願いします。お忘れなく。結社をねしなかった場合はナーピとお話をすることができなくなってしまって、ナーピも悲しくて残念な感じの気持ちになってしまいますので、はい、結社を忘れなくよろしくお願いします。20位ピピピトマトさん、ありがとうございます。傾斜は下までなので皆さんお忘れなくよろしくお願いします。ん、あ、これはまたブラックライトで当てないとですね。はい、お、ちょっとずつ浮き出てきました。あ、出てきました。はい、 OK です。いやーね、はい、20位ピピピトマトさん、ありがとうございます。途中で終わっちゃったからね、ごめんね。あぶり出しのお時間です。なんかなんとかのお時間ですってあるじゃないですか。なんかそれに似てるよね。19位伊豆スナメタルさん、ありがとうございます。ありがとう。18位ズイマッコンさん、ありがとうございます。 Thank you。 17位イズ砂遊びさん、ありがとうございます。どうしたどうした。いや、あの、いないんす。来るからね。ん？す？いや、そんなことないよ。しっかりと最初から書きました。確かにってみんななんでそんな共感するんだよ。しっかりと書きました。16位伊豆シャンさん、ありがとうございます。伊豆ロンリーボーイさん、ありがとうございます。お、いちごしよー、てってれー、てってれー。皆さんぜひST48の質並べやってみてください。ソニックもね。ん、なんか間違い見つけた。14位イズノンノンさん、ありがとうございます。どこだろうか。ありがとう。13位イズあのちゃんさん、ありがとうございます。ん、そんなことないさ、ほら30、ああ、オーマイガー。ん、まあ、12位ハヤジェットさん、ありがとうございます。早いですからね、ジェットはバルーっていくから。ポッキー、テッキーありがとう。ぼっち2号さん、ぼっち1号さんもいらっしゃるのかな、ありがとうございます。大丈夫、いつでもそばにナビがいるよ。カーロさん、カーロさんな
んだ、シャロさんって今言うんだよ。カロさんありがとうございます、ありがとう、天気をありがとうございます。あ、もう持ち人さんいらっしゃった、ありがとうありがとうございます。ということでね、10位台の方ありがとうございます。本当だよ、なんでこんなにも急に厳しくなってるのかな、ピニはわからないじゃん。ありがとう、えい、ありがとうございます。ということでラストスパーレットに入っていきます。発音よくご千人の方来てくださってありがとうございます。皆さんぜひフォローボタンポチッと、ピンクに変えてね、白に変えるのは激、よろしくお願いしますということで、ルルルルルルル、最後ではいきます。 10 isおげっぴさんありがとうございます、天気ありがとう。9 is リットチャームさんありがとうございます、リットチャームありがとうございます。8 is 奥行きさんありがとうございます。先月も言ったんだけど、奥行きが広いって私先月も言ったね。今ね同じことを思い出してました。7位イズニアさん、引きありがとうございます。レッツダンシング、どうしたの。6位イズルドンさん、ありがとうございます。あれだね、映画はあれルドルフだったね、ルドンじゃなかった。間違えました。5位イズ妹のたくさん、ありがとうございます。4位イズデイビッドさん、ありがとうございます。はい、ということで1位から点数の方、皆さんありがとうございます。あ、ナーピちゃん、まあ最初の方に出てきたんですけど、ノアノアナーピちゃんが、はい、私でございますあ、アットマークの後ね、アットマークの後はね、実はね全員つけてないんですよ。そう、すまんです、ごめん。はい、ということでラストでございます。ラストですよ、ラスト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 、いきます。それでアルフィーさん、Thank you very much、ありがとうございます。ありがとう。そう、アルフィーって書いてあったかな。セカンドエーズ三冠おめでとうございます。チョーカー使うと喜ぶさんいらっしゃるかな。ありがとう。いらっしゃったら今日ね曲をね歌って終わりたいと思うんだけど、いらっしゃったらコメントよろしくお願いします。エルビスさんもお願いします。ここ1週間までならね待ちたいと思います。参加ありがとうございます。時間で Thank you、 ありがとう。そしてドゥルルルルンドゥルン、 First is タツヤピさん、おめでとうございます。8日後に来るらしい1
週間と一日はい、わかりました。じゃあその日にしっかりと。8日後っていつだ？14日。おお。ところで今回セカンドのジョーカーを使うと喜ぶさんいらっしゃいます。あのね、名前が違ってもちょっとね、あのまあショールームではこの名前ですでもいいんですけど、いらっしゃるかな。表彰状をね、残り書いて歌って、好きな曲があれば。あ、15か。そうだね、そうです、そうです、そうです。好きな曲があれば、あの48グループじゃなくても46グループでも、はい、シティじゃなくても全然何でも好きな曲をぜひ言ってください。いらっしゃれば。初見さんのヒロさんのアピです。よろしくお願いします。13歳です。中学2年生です。こちらフォローごとポジットよろしくお願いします。キュン、ありがとう。はい、今回はね、15位という、はい、素晴らしい順位をいただきまして、皆さんたくさんプレイしてくださって本当にありがとうございます。ありがとう。あー、多分この方だよね。ごい、イズ妹のタカさん、ありがとうございます。ね、15位ほんまにすごいよね。もう皆さんがすごく頑張ってくださったおかげで、はい、今もね17位という順位をいただき、頑張っていきましょう。今月もまたよろしくお願いいたします。いらっしゃらなさそうだね。ね、今月からまたね、新しい方がマーピの推し面でやってくださることを願って、マーピもね今月も頑張りたいと思います。ビビリン、ありがとう。すごいたくさん毎月ちょっとね書いていまして、一緒に頑張りましょう。ゼルビスさんとジョーカーを使うと喜ぶさん栄光をちょっとなるべく早く叩いたいですぜひね、来れる時に来てください。お待ちしております。感謝感謝、おいしいヤミー、感謝感謝おいしいはい、感謝感謝でございます。ありがとうございます。あー、そんな感じの続きなんだ。また一緒に食べたいな、デリシャス。へー、あ、そういえばだけどちょっと皆さんに聞きたくてね、そう、お母さんとかパパにちょっとね提案をね、はい、ご意見をいただきまして、さすがにね、あの十血の方、十血を取るのって結構難しいっていうので、その3回連続10血をもう取ったよっていう方いらっしゃいますか。取ったよじゃなくて、10血をの中の何位を何回3回連続で取ったよっていう方いらっしゃいますか。ファーストセカンドサイドはあの、そう、
こういう感じ表彰状で書いていきたいんですけど、ちょっとさすがに十欠の方もなんかちょっとあの歌とか歌ったらいいんじゃないかっていうご意見をいただきまして、確かにそうだよねって、連続でその順位を取るの難しいので、しかも結構すごく頑張らないと十欠ってなかなか入れないじゃないですか。あーいやちょっとね、ちょっと時刻シュシュシュになっちゃうんですけどなんかまたね数えて歌っていけたらいいなと思います。うん、第62回からちょっと数えさせて、また数えさせていただきますので少々お待ちをということでよろしくお願いします。変なのね、1位の方がねジェダイマスターピで、2位3位の方がジェダイナイトピで、まあ十欠の方はああ都合上ああなるほどなるほど、十欠を10回取ったらおーああそうだね、おーいいねいいね、それいいじゃん、いい提案、めちゃめちゃまずで、いいねいいね、あっという間にね過ぎるからね、同じ順位を3回、うん、まあまあちょっと今考え中なのでまた考えたらご報告したいと思います。はい、こんばんは、またね結果をご報告させていただきます。あ、ピンク調べたいいよね、なんか最初のさなんかデリンディ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 ピンクって始まるのよくない、なんかちょっとねってなる感じのところがね私好きです。うんと、よいしょ、これで調べてるかな、英語でね歌える曲ね、うん、できるかもしれないね、あ、ピンクだけで調べてもあれかもしれないね、出てこないかもしれない、ピンクだけだと、うん、まあ後でまた調べてみます、はい、あ、もうあっという間に終わりの時間だ、おーすごい、皆さん今日もお礼ありがとうございました、いつもね、お礼をね、楽しくこんな感じでやっております。あへー大富豪すごいね、
来たか、声みたいねえ、そうだよね。今来た方もねたくさんいらっしゃると思うし、ずっとね見てくださってる方もいらっしゃると思うし、ありがとうございます。約ね1時間半以上、1時間半ぐらいか。またダイジェスト版がねできたらいいなと思います。曲に合わせてこう歌いながらこんな感じで、瀬戸内の声あと届けよ、じゃじゃんじゃ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 って感じでこうやって出していくので、またねぜひのあぴのショールーム来てね。そうです、明日はねのあぴちゃんのオープニングアクトで出演させていただきます。よろしくお願いします。来てねー、カホにします。ありがとうございますそんなのがあったんだ、いいね。うん、ありがとう。大丈夫よ。DMM で見てくださる方はぜひ定点で見ていただけると嬉しいです。次の日はね、アーカイブで見るときはね、近くによってよく表情が見れたりするので、当日しか見れないのが定点なので、はい。そして全身も見れてナビのスタイルも分かって、もういいことだらけなので。たくさんねいいことがね、定点だと表情はなかなか見えないけど、動きとか自分の全体の動きとかそういうのが見れたりするので、見ていただけると嬉しいなと思います。そう、まあ、そうなのでよろしくお願いします。で見れば何かが見えてうん、そう定点、表情とかこういうショールームみたいな感じで、その DMM もね近くでこんな感じでねお顔が見れるので、定点はねその日だけなので、まずは定点をその当日見ていただいて、で MC の時はまあその切り替えられるのかな、アップでの美の顔をね見ていただいたりして、パフォーマンスはね定点で、本当に定点がおすすめです。なかなかね近くで見るとよくわからなかったりするところもあったりするので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。おすすめは定点です。ということで終わりまーす。ハロー。定点しか勝たん。MC はでお願いします。久しぶりに、最近歌ってなかったから、では壇上乗りをさせていただきます。 First is Nao さん、的ありがとう。 Second is ハットのニックリマックさん、的ありがとう。
said is ミニモさん、フィケありがとうございます。 What is TPP トマトさん、フィケありがとうございます。 And hit is ヤスくんさん、ありがとう。 Six is リョウさん、フィケベリマイトありがとうございます。英語のリョウさんだね、ありがとう。 Seven is オーツアタントンプキクキなんて、オーツアンパンアットンさん、ありがとうございます。 And eight is ルートさん、 Thank you very much、 ありがとう。 Nine is カンコペンギンさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。 Ten Eleven is dayカロさん、お聞きありがとうございます。セブンイズユズキチさん、お聞きありがとう。お礼をね、お名前をお礼をさせていただきます。トモチさん、ありがとう。ユズキチさん、ありがとうございます。カロさん、ピピピトマトさん、ミミンゴさん、ありがとうございます。ヒピピピトマトさん、ありがとうございます。皆さん、たくさんのギフトありがとうございました。反応する大きなその力でねじ伏せられた怒りを見て見ぬふりしなきゃ中外れか真実の声も届く死んでたよ。僕は嫌だ。不協和音で概念を壊せ、みんな揃って同じ意見だけでおかしいだろ。意思を貫け、ここで主張負けたら生きてる価値ない。欺きたいな、僕を摩擦してから行け。あー調和だけじゃ剣だ。まさか自由はいけないことか。人はそれぞれバラバラだ。何か見出すことで気づく、もっと新しい世界。おやすみなさーい。うん、メールの返信は直接でも OK ですし、ね、本当にツイッターも嬉しいでございます。ありがとうございます。僕は嫌だ。不協和音で既成概念を壊せ、みんな揃って同じ意見だけではおかしいだろ。意思を貫け、ここで主張を曲げたら生きてる価値ない。欺きたいな、僕を摩擦してから行け。嫌われたって僕には僕の正義があるんだ。殴れば